はい、大楽の窓です。今回の話題、韓国の人道支援。これぞ先進国。誇らしい。今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。ロシアによるウクライナ侵攻でありますけれども、楽天グループの三木谷博史会長兼社長さんが、ウクライナに10億円を寄付する意向を表明したということで、ネットでも大変話題になっております。確かに楽天はウクライナにも事務所と現地スタッフ従業員を抱えているようですし、ゼレンスキー大統領とも2019年ですが直接会ったこともあるということで、そんな背景もあって今回の決意に至ったということらしいです。ネットではいろんな声もね、ここであると思いますが、自ら親ロ派の人が反対するというならともかく個人でね、これ寄付をする分には別に非難することもないと思うんですけれども、どうでしょうか。それよりも三木谷氏の資産がこれ8260億円ということで、私はこちらの方についてこそ改めて驚きました。一方、日本国政府でありますけれども、岸田首相はウクライナに対し1億ドルの借款による支援に加え、さらに2月の28日ですね、1億ドルの人道支援ということで、計230億円相当の支援を決めたということです。これもまたどれくらい妥当なのかは、人それぞれ見方もあると思いますけれども、いずれにせよアメリカをはじめとする西側諸国と、足並みは歩調は揃えたということだろうと思います。世界では今こんな動きがいろいろ出ている中で、韓国産でありますが、こちらは1000万ドル、約日本円にして11億5000万になると思うんですけれども、こういった額の人道支援を決定したということであります。これを韓国ローカルメディアが大々的に報じているわけですが、近隣国政府や国際機関などとの協議を通じて迅速に行うと、このように言っております。韓国の外交部、日本の外務省にあたるところですよね。ウクライナ国民へ実質的助けとなることを期待する。それから政府はウクライナの人道的危機を解消するために今後も積極的に貢献していく計画だ、このように声高らかに言っておりますが、正直これ楽天の三木谷さん個人のレベルとほぼ同じですよね。それからこれはあくまでこの韓国ローカル記事に書いてあるそのままの内容でありますけれども、アメリカのバイデン政権は27日5400万ドルの支援を明かした。これは27日の報道であれば、他にね、3億5000万ドルの武器支援なんかもあったということですけれども、それから EU は4億5000万ユーロ、これは日本円にして約580億円ということでありますけれども、それから日本は1億ドルの人道支援を約束したと、ここには書いてありますけれども、これは先ほど申し上げた通り追加ですから合計2億ドルということです。いずれにせよ渋々といった感じで韓国も支援金をここで送ることを決めました。こういうことであります。まだ送っておりません。これは発表だけであります。記事を見たね、こちらに対する韓国のネットの声でありますけれども、人道的決定を称賛する私はウクライナ国民の健康と平和を願っています。やけにこれね、偉そうでありますけれどもね。それからそれは大変ありがたいに違いない、ウクライナ国民もこの助けをきっと忘れないだろう、こんなこと言っておりますけれども、この言葉向こうからそのように言ってほしい、返してほしいという、そういう願望ではないでしょうかね。いずれにしても早く払ってからこういうことはね、言った方がいいと思うんですけれども、それから大変な時に助け合うのはお互い様、ウクライナの早期平和を望みますということでありますが、くれぐれもあの時助けただろうなどといつまでも恩義せがましいことは言わないようにしてほしいですよね。それでなくても今ウクライナ大変なんですからね。これから、まあ、これが終わったとしてもね、もうこの後何年もいろいろ復興だなんだと大変だと思いますのでね。
日本は恩をあだで返されたということもありますが、そのあたりはねどうなんでしょうか韓国さんというところであります。そして素晴らしい英断だとこういうことも言っております。まあただ英断というよりもギリギリまで渋っていたけれども最後は仕方なくと言った感じで本当に渋々出してきたという感じですよね。それから文大統領も人の心があるようです。胸の使いが取れました。こういうことも言っております。さすが外交の天才と言ったところでしょうか。それから少なくともこの場合は出さないと、とこういう意見もありますけれども、やっぱり韓国国民の中でもちょっとこれは少ないんじゃないのという人もいるわけですよね。しかし倍というよりもそもそも桁が違うと私は思います。それ相応にふさわしい常識というものがやっぱりねあるのではないでしょうか。しかもここまで引っ張ってきておりますからね。そこで出た挙句の果ての金額が10億円であります。受け取るウクライナの方もこれどう反応してよいか困るところではないでしょうか。自分たちはもう先進国の仲間入りだと言っていた韓国さんでありますけれども、日本を追い出して韓国が G7 に入るとか、あるいは韓国が加わって G8 だ、こういうことも言っておりました。また次期大統領候補などは韓国のウォンが基軸通貨になる、これはね現実的にあり得るんだと、このように豪語しております。それがなんと今韓国国内でも真に受けられて議論まで巻き起こっている、こういう状況であります。まあこれをね笑っては失礼かもしれませんけれども、どうやら彼らの多くは大真面目にその話を捉えているようです。私もこれまで例えばですね、個人的には15カ国からあるいは20カ国程度でしょうかね、まあ日本で勤めていた頃からも含めますと、それぐらいの国といろいろねちょこちょこ貿易なんかもやっておったそんな経験があるわけですけれども、ウォン建て決済なんていう話はですね昔も今もありえないと思いますし、それこそ韓国と取引する場合においても貿易上はやっぱりねウォン建てなんていうのはどこも嫌がりますからね。やっぱりドルかそれか日本企業であれば円建てだよと、このようになると思います。韓国の GDP の 75% が貿易で占めるという中で、ウォンが基軸通貨になるには外貨準備高を現在の倍以上の9300億ドルにまで上げないとダメですよと、国際決済銀行も提案しているということであります。韓国の GDP は世界の第9位ということでありますけれども、 GDP 比の外貨準備高は 28% に過ぎないということで、これは最低水準だと韓国の朝鮮日報もねこのように伝えているわけです。ちなみに日本の外貨準備高は1兆3400億ドルで韓国の約ね3倍以上ということでありますからね、韓国も見かけは伸びているように見えますけれども、非常に土台が不安定だということなのではないでしょうか。次期大統領候補リー・ザイメイさんですよね、反日バリバリの人であります。もし大統領になったら日本とさらに大喧嘩しそうな、そんな勢いでありますけれども、それは大変結構な話ではあるんですけども、本当にねこういったことを日本なしにクリアしていくということなんでしょうか。いずれにせよ今回のウクライナ支援10億円ちょっとになりますけれども、本当に送るかどうかですよね。ロシア制裁についてもどうやら渋々ね動き出したという節はありますけれども、支援金の方は過去の事例から言うだけ言って、その後はすっとぼけてその一部しか送らないよと、こういうこともあるわけですからね。インドネシアのスマトラ沖地震でありましたけれども、これが世界中にバレてしまった、かっこ悪いという話もあります。また送ったら送ったで今度はそれを恩に着せて一生言われるのではないかというね、そんなね心配もあるわけですけれども、だから先ほど私ももらうウクライナにしても困るのではないかと、このように言ったわけです。いずれにせよこれウクライナもそんなに喜ばないと思いますしね、アメリカはすでに呆れていると思います。ここに来て支援だ制裁だと始めたことでロシアからは睨まれるでしょうし、中国や北朝鮮は初めからもう見透かしていると思います。日本はそもそもここ数年相手にもしていないと、こういう状況であります。中途半端でフラフラしている、結局みんなから相手に
されたくなってしまうということではないでしょうか。ということでこんな話題について今回は言及させていただきましたが、タイではこんな声もあるということも引き続きご紹介させていただきたいと思います。まずはね、投稿の主男性の声であります。韓国経済が日本経済に追いつくのではないかとしばしば聞かれます。日本は90年代から停滞しているように見えますが、しかし何かが常に進化しているようにも見えます。日本が経済的にも70年代80年代の勢いで成長するとしたら何が必要でしょうか。やはり人口減少の問題でしょうか。こういう意見であります。日本経済が伸び悩むということはタイ人にとっても死活問題でありますからね。かといって韓国経済といってもですね、サムスンなど大手数社しかありませんからね。そこで経済やタイ人の雇用を回していくというそんなパワーがあるわけでもないということであります。それでは今回これについてどんなね、タイ人の声が上がったか。まず一人目です。日本人はお金を節約するタイプです。経済が悪化すれば消費を抑える、人々がお金を使わないから経済も鈍化する。とはいえ韓国は日本ほどお金があるわけでもありません。もう一つの理由は日本にはもはや競合がいないことです。したがって自らを必死に成長させる必要もない。片や韓国は日本は克服すべき競合、北朝鮮も和解が済んでいない敵国だから、韓国はそれらの国に勝つまで努力し続けるのです。こういう意見であります。それから、それでも福島の事故がなければ日本はここまで経済が停滞することもなかったと思いますというね、こういう見方もタイの人はしているわけですよね。はい、それから次、コロナ明けにどこの国が突き抜けていくかですね。日本人に聞いたら彼らにとって韓国は眼中にないようです。先日日本のニュースを見たらアパレル産業は中国生産からよそへ移管することで回復すると言われていました。日本政府も数年前から中国生産から移転する企業に資金援助をしてきた。すなわち日本企業の移転先の国こそコロナ明けに主要産業と裾野産業を含めた復活が見られると思いますというね、こういうことであります。まあその国がどこかなということでありますけれども、タイはもうすでに飽和状態という言葉もちょっと適切ではないとは思いますけれども、物価も上がって労働コストもね上がってきておりますからね。さてその新たな国はどこなんでしょうかね。ベトナムはね、間違いなく今後も投資は増えていくと思いますけれども、それから日本が停滞した理由はアメリカですと、こういうね意見もあります。この人は一言このようにさらっと言っておりますけれども、おそらくいろんなことを理解した上でのこういう言葉だと思います。それからもう一人、日本は家電でも食品でも常に品質に重点を置いて長年の研究を続けており、そこには神話があります。日本のテレビを一度買えば少なくとも10年は使用できる。一方韓国製品は見た目がモダンで安く、品質は劣ってもはるかに安い。日本は価格を下げるためにそこまで品質を下げることはできなかった。高齢化社会では消費もますます停滞していく。しかし日本は成長を止めることはしなかった。韓国の技術発展は日本によるものですが、ナショナリズムがそれを押し上げてきた。成長の余地はまだあると思いますが、彼らの国は独占企業が牛耳っており、私たちの国よりも厳しい形であるはずです。少子高齢化も日本よりはるかに深刻。韓国の未来は日本よりも暗いと思いますというね、こういうタイの人の声でありました。はい、ということで最後まで今回もご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録のほど何卒よろしくお願い申し上げます。これより前の動画でも扱いましたけれども、韓国の大卒がこぞって海外へ
脱出しようとしている、その希望先としては日本企業も多くあるということで、就職希望ガイダンスでは列をなすということもあるようです。今年もおそらくですね、相当数の数がやってくるのではないでしょうかね。またロシアのウクライナ侵攻を横目で見ながら、韓国世論は最近やけに日本に頼ろうとする、そんな声も上がっているということです。韓国が有事になったら日本の自衛隊による支援を受けるため上陸を許可しても良いのではないか、なんていう声がですね、韓国の野党からも上がっているそうですけれども、そんな言い草で冗談ではありませんよね。文政権のこれまでの対応を見ておりますと、例えば北京五輪では外交ボイコットをせず、すなわちウイグルに対する人権問題は非難決議をしないということですよね。そして北がミサイルを発射しようが何しようが遺憾の意すら言わなくなってきた。また今回のロシアにおいても、当初はね、あからさまに制裁を避けておりましたよね。ようやくしぶしぶここに来て支援だとか、あるいは制裁だとかいうのもね、従ってきましたけれども、とにかく今回のウクライナの支援10億円、本当にこれ払うんでしょうか。私はね、これについては気に留めておこうかなと、このように思います。皆様はいかがでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。